確かここよね。彼の呼び出し先は。彼の方から私を呼ぶなんて珍しい。一体何の用かしら。依頼の話じゃないわよね。そもそも今は受けてないし。ま、聞けばわかることか。いた。早いのね。暇だったから早く着いただけだ。やることもとっとと終わらせたかったしな。やることっていうのが私への用？一体何かしら。ほらよ。何このお金。依頼の報酬はちゃんともらってるけど。何じゃねえ。お前と1時間話す料金だよ。確かこれくらいだったよな。確かに相場ね。けどどういう風の吹き回し。あなたこういうことには興味なかったわよね。なんで今さら。お前の話を聞くためだよ。確か相談や悩みを聞くためには金を払えばいいんだろ。それでお前の悩みを聞いてやるよ。なんで不調なんだ、言ってみろ。確かにアクセラレータと出会ってここ最近は人との距離が分からなくなって不調だったけど、もしかして心配してくれてるの。バカ言うな。このままじゃ困るって言ってんだよ。次の任務の核はお前なんだぞ。不調だったから失敗でしたなんて目も当てられねえ。こうして金まで払って聞いてやろうってんだ。とっとと話して不調から出しやがれ。うん、まああなたならそう言うわよね。普通昇進中の女性にかける言葉じゃないと思うんだけど、今は彼のこのブレない距離が居心地いいわね。たとえいつかあの怪物と戦うことになっても。ありがとう。けど私なら大丈夫よ。最近はちょっと能力が安定しなかったけど、今朝ちゃんと調整したわ。だからあなたの心配するようなことにはならないわ。なんだ、もう立ち直ってたのかよ。金の払い損か。そう、そういえばそれよ。あなた勘違いしてるわ。私がお金をもらって悩み事を聞くの。私が話すんじゃないわよ。そんなルールがあるのか。どっちも似たようなもんだろう。めんどくせえな。どんなものにも暗黙の了解やルールはつきものよ。それが人の作ったシステムならね。けどちょっと意外。あなたもしかしたらホストの才能があるかもしれないわよ。俺にホストの才能だと？ええ、ルックスもまあまあいいし、あとは口調さえ直せば。なんなら私が手取り足取り教えましょうか。きっとたくさんの女性を虜にできるわ。鬱陶しい女捕まえるために面倒なルールを覚えろって？冗談じゃねえ。そんなのはモテないお前の客にでも教えてやれ。きっと泣いて喜ぶだろうさ。というか元気になったなら俺の話は終わりだ。俺は帰るぞ。あら、残念だけどまだ帰させないわよ。な、お前どういうつもりだ。だってあなたは1時間分のお金を払って私の話を聞きたかったんでしょ。私はまだまだ話足りないの。ホストのこととかいろいろね。せっかくお金を払ったんですもの。時間いっぱいまで付き合わせてあげる。